バカなこと言ってんだよ。感染歓迎ってお前らが自分で感染者のとこ行って移ってくりゃいいだろう。若者はね、今ちゃんと感染予防して、そして仕事をしなきゃいけない時期だよ。だからってな、感染をわざわざ人にあるんじゃないよ。バカなこと言ってんなっつってんの。感染しただけで、自分たちだけで感染してるわ。おお、今高齢者がね、だんだん重症者も増えてるんだよ。そういう中で若者は日常生活を取り戻すように、しっかりと仕事もしていかなきゃいけない。そして高齢者、高齢者で感染しないようにしていかなきゃいけない。そういう中でね、わざわざ感染を奨励しようなどという事態がおかしな話なんだ。バカな集会やってんじゃないっつうの。何はふざけたことやってんだよ。こんなもん運動でも活動でもねえだろう。犯罪に等しいよ、犯罪に。犯罪行為だろこれは。感染者がこれで出ていけば誰が責任取んだ。あんたら取るわけじゃねえだろ。バカなことはいい加減にやめろ。こんなね、これからね、本当に感染してコロナウイルス武漢肺炎で感染して苦しんだ人たち、入院して本当に苦しんでる人たち、そういう人たちの身になってみろっていうの。そういう人間がいないっていうならいいよ。しかし現実には感染者がいるんだよ。で、感染で苦しんでる人もいるんだよ。今自粛生活が長引いて、生活も自分の仕事も窮地に陥ってる人間がたくさんいるんだ。そういう中で感染を煽るような行為、こんなバカなことをやってるんじゃないっつうの。しかもお祭り騒ぎじゃねえか。こんなバカバカしいものをね、行政は何放置してんだ。警察法第71条、この渋谷近辺に71条を適用して、こいつら取り締まれっていうの。おかしいんだよこんなもの。こんなものを許して、これで若者が感染して、また自宅に帰ってね、中には高齢者も同居してる人がいる。その人たちに感染拡大した時には命に関わってくるんだ。こういうね、全体の話だけじゃなくて、若者が助かればいいっていう話だけじゃなくて、若者も高齢者も健康のことを考えて。だがしかし自粛生活も3月以来進んでるから、感染予防対策をしっかりとって、そして日常生活、通常の社会生活に戻れるようにしていかなければならない時じゃない。そういうね、今まさに我が国の危機的状況の中で、これを感染拡大を希望するっていうんだったら、自分だけ感染者のところ行ってウイルスをもらって、そして苦しむなら苦しめばいい。それを人を扇動したり人を煽ったりするんじゃない。行政もこんなものを取り締まらないでね、一体何やってんだよ。おかしいだろこんな集会。こんなね、おかしな集会を放置している行政自体もおかしい。日本政府の感染者対策も私はおかしいとずっと批判してきた。大体ね、新宿のホストが店名公表もされないで、エドワークのフィリピンパドがすぐ店名公表される、これ自体もすごいおかしい話だ。なぜ新宿の歌舞伎町のホストばかり行政はかばうのか、またマスメディアもかばうのか、そんなバカな話はないんだよ。ホストクラブをかばわなきゃいけないような理由があるのか知らないけれど、この間の警察の家宅捜査を見ても、防護服を着て機動隊が要請されている。これ新宿のホストクラブというのは反社会勢力から機動隊要請して家宅捜査だというのは、
ましてや防護服を着てということは店内が感染されていると予想されるわけでしょ。これを取り締まらずにね、どうして行政も新宿歌舞伎町のホストを取り締まらなかったのか。取り締まらないからこそ今全国に拡大した青森県警の警察官もその元は新宿のホストクラブに通ってた入国場から感染してここから全国に波及したわけでしょ。そういうことをね、そういうことを放置した挙句の果てにこういう感染拡大をまさに奨励するようなね、違法行為です。違法行為、犯罪を黙認する。警察は犯罪を黙認するのか、ね、渋谷区役所はここの基礎自治体としてこの犯罪を放置し続けるのか、ね、こんなねバカなことはねいつまでもやらしちゃいけない。これは即刻中止させる、ね、若者の皆さん、若い皆さんは確かに体が丈夫で元気であれば今回の武漢肺炎、中国発コロナウイルスは感染してもね発病しないと言われております。それは抵抗力があるか。しかし感染して家に帰って高齢者の家族がいる人、そしたらその高齢者のご家族にとってはね命の問題になるかもしれないことですよ。こういう人の健康、人の命に関わることというのはね、やはりこれは第一に考えなければいけないことでしょ。そうであればね、まるで茶化すような感染拡大を奨励するようなね集会がこの駅前で堂々と行われる事態、これとんでもないことです。こんな集会は直ちに中止をさせるべき。そしてこれを今の主催者の方々にはねしっかりと警告しておきます。これは明らかに違法行為ですよ。人の健康を害する違法行為、そして行政はこの違法行為を見逃すか見逃すのか、見逃すということはこれは犯罪に加担するにも等しい。今のね緊急事態条項やまた感染拡大防止の法令を駆使してできないかといえばできるはずですよ。大体ここの土地の所有者は誰なんだ、高級のもんでしょ。ただここは往来だから道路管理が公に任されて、そうは言ってもね警察法第71条では夜間外出令まで発動できるんです。取り締まれないなんてことはない。ましてやここは公道上ですよ、公道上。こんな人の健康を害するような集会は直ちに中止をさせるべき。そして渋谷警察もそうだけど、ここに渋谷の区役所の人間が来てない、おかしいです。東京都も来てないのはおかしい。お盆休みなんてね今の行政にはないから、今非常事態下ですよ。だいたい今お盆休み一般企業だってねだいたい5日を取るって言ったら5日取ればいい、決まって取るようなことにはなってない。であるならばね、まず渋谷の区役所の職員ちゃんとここへ来て実態を把握すべきじゃないですか。こういうこともせずにね違法行為、この健康を害する違法行為を放置するというのは行政の怠慢に他なりません。こういう違法集会は即刻中止すべきです。ないですよね。だって東京の持ち込みでしょ。でも道路管理は明らかに委託してるから、おそらくここの土地っていうのは区の管理で、しかもこれ全部費用も区が出してるはずなんですよ。
僕は議会でそれ承認する方だからあるんだけど、そしたら区はね、ここに来てないっていうのは行政官としてはやっぱり怠慢ですけど、どういう方ですか、どういう方ですか、どういう方ですか。いやいや、渋谷の区役所の職員来てたら会いたいんですけど、渋谷区役所の職員の方、お会いしたいんですが、渋谷区役所の職員の方、道路管理は渋谷区役所じゃないですか。こんな集会の許可などというのは取れるわけないんですよ。道路管理は渋谷の区役所でしょ。区役所の方、この場にいたら渋谷区役所の方とお話をしたいと思いますが、こちらまで来ていただけないでしょうか。